ソルスレイ・エンデの首都エンデ家の解体はその日のうちにハイサンド中に広まった。ソルスレイ・エンデは女神のもとに帰ったか。あっけない。事故による死亡と広めておきましたわ。嘘で隠せばいずれ己の首を絞めるだろうに。まあ今に始まったことではないが。あら、何か不満でも？イドウ様に告げ口しちゃおうかしら。好きにしろ。私がいなくなれば研究は頓挫する。この頭脳に変えはないぞ。分かっているわ、ライラ。そんなに目くじら立てないで。口の利き方に気をつけろ。お前は井堂殿の駒に過ぎない。ごめんなさい、自分まで偉くなった気になっちゃって。研究頑張って完成させてね、あの方のために。分かっているさ、私も駒に過ぎないとな。セレノワ様はいつもあのようにご多忙なのに、疲れている様子などを全く見せないわね。本当はとても疲れていらっしゃるのです。ご自身が民や兵士の手本となるため、そして皆に心配をかけないようにしているのでしょう。セレノワ、私にお手伝いできることはないでしょうか。ああ、待たせてしまって申し訳ありません。民たちの陳情がもう少しかかりそうなので、あなたとジーラは先に戻っていてください。そうですか。わかりました。あの、くれぐれもご無理はなさらぬように。私なら大丈夫です。心配してくれてありがとう。いえ。はあ。ため息とは珍しいわね。どうしたんです？私、ため息なんてついていましたか？悩み事？私でよければ相談に乗りますよ。実は時折、私は今のままでいいのか心配になることがあるんです。もしかしてセレノワ様とうまくいってないの？まさか、セレノワはとても優しいお方。ただそれだけに逆に考えてしまって、私は彼のお役に立てているのかって。セレノワ様はお疲れなのよね。じゃあこの疲労回復薬を送ってみてはどう？前に行商人から手に入れたんだけど、
ちょっとした疲れなら瞬く間に吹き飛ぶそうよ。でもそれは私が彼の役に立っていると言えるのでしょうか。なら手料理なんかどう？ジオウのつく料理をセレノア様に作ってあげるの。私の料理をセレノアが？セレノア様もフレデリカの手作りならきっと喜んでくれると思うわ。でも私は自分で料理をしたことなどうまくできるでしょうか。だから挑戦するのよ。大事なのはうまいか下手かではなく作ってあげたいという気持ちでしょ。はい、これが料理の本。初めてでも作りやすい料理が書いてあるらしいわ。ありがとう、チーラ。作ってあげたい気持ちか。やれやれ、近頃やけに忙しいな。ゆっくり酒を飲む暇もない。エラドール殿、あなたはベネディクト殿と古い付き合いでしたね。ああ、ガキの頃シモン様にお仕えして以来の腐れ縁だ。若い頃はよく一緒に無茶をしたもんだ。あいつはいつもろくでもないことを考えては俺に実行させてな。若い頃だけではないでしょ。違いない。で、何か相談があるんじゃないのか。ええ、ベネディクト殿に妙な質問をされたことを思い出したのです。雪スズランが咲いている場所ですか？うん、ウリュウゲで飛んでいる時にどこかで見なかったか。以前は山奥などに咲いているのも見かけましたが、近頃は見ないですね。やはりそうか。もともと珍しい花ではあったが、近年はさらに数を減らしているようだ。手に入れたかったが諦めるしかないか。でもまるで咲いていないわけではないでしょう。私とアンナで探せば見つかるかもしれませんよ。いや、お前たちにはやるべき重要な仕事がある。個人的なことだ、忘れてくれ。はい。つまりベネディクトが雪スズランを探していたと。それの何がおかしい？おかしくはないですが、興味がありますよ。だってあの冷徹なベネディクト殿が花を探しているなんて。しかも雪スズランの花言葉は永遠に変わらぬ思いだ。そうです、やはり何か知っているのですね。ベネディクト殿はなぜ雪スズランを欲しがっていたんですか？ひょっとして一流の女性に贈るためでは。ヒューエット、誰にだって大事な思い出があるもんさ。俺にもお前にもあのベネディクトにだってな。そしてそれは他人に触れられたくないもんだ。だろ？
その通りですね。無神経な質問でした。今回のことは忘れます。柄にもなく説教しちまったら勘弁してくれ。いいえ、お二人は本当の友人なのですね。ただの腐れ縁さ。酒をおごってくれたらあいつの若い頃の失敗談を話してやるぜ。考えておきます。ところで雪すずらんは本当に咲いていないのか。少なくともこの周辺にはありません。南方の山岳はまだ探していませんが。南方の山岳か、遠いな。あるかどうかわからんが、諦めたくないよな、ベネディクト。やれやれ、一日中狩りをして獲物がこれだけとはな。若にうまいものを食べてほしかったんだが。鹿を一頭仕留めたではないですか。なかなかの腕だと思いますが。そういうヒューエットはイノシシを三頭じゃないか。いやはや恐れいるね。獲物に出くわしたら絶対に逃がさないんだからな。戦より狩りの方が向いてるんじゃないか。そうかもしれません。もともと私は平民の高匠、狩人の家の出ですから。そういえばお前はどうして軍に。エスフロストの高部隊に対抗してグリンブルクが募集していた高使いに応募しました。そして厳しい試験を乗り越えてレグナ王親衛隊に配属され、ロラン様の護衛役に志願したのです。お前の腕なら親衛隊長も目指せただろうに。その頃からロラン様一筋だったのか。ええ、それは。竜家が戻ってこない。何かあったのか。おった、こんなところに女がいるぞ。痛い目に遭いたくなかったら身ぐるみ全部置いていきな。こんなところにも野党が。なんて迂闊だ。諦めな、どこにも逃げられやしねえぞ。そこまでだ。うわっ。怪我ないか。はい、大丈夫です。あの、危ないところを救っていただきありがとうございました。それはお前の鷹か。その鷹が俺をここまで導いてくれたんだ。狩りの途中だったが、こいつに呼ばれている気がしてな。矢を放たないでよかった。賢い相棒を持っているようだな。フリューゲ、私のただ一人の友達です。この辺も物騒になってきた。早く帰れ。待ってください。助けていただいたお礼をしたいのですが、私お金も何も持っていなくて。礼などいらない。
民を守るのは王族の役目だからな。王族、あなたもしやロラン王子？そうだ。それより良い友を持ったな。それがドラン様との出会いでした。命を救ってくれたロラン様に私はまだ恩を返せていない。だから親衛隊に志願したのです。さて、セレノア殿、これからどうなさるおつもりか？それは率直に申しましょう。教皇はウォルフォート家を支援したいとお考えです。ありがとうございます。ウォルフォート家はロゼリアの要衝を支配下に置き、その名を知らぬ者はいない名家。エスフロストの横暴でついえるには惜しい。何が望むのならば七聖人の座につけてもよい。教皇はそうおっしゃっています。ウォルホートの民が守られるのであればやぶさかではありません。では我々は手を取り合えそうですね。教皇はあることについて憂慮されている。何でしょうか？ウォルフォート領にて暮らすローゼル族のことです。彼らは我らの聖域エンコで暮らす罪人たちの末裔。エンコで潮の女神に奉仕し罪を償うことがローゼルのあるべき姿なのです。彼らが正しい暮らしに戻ることを教皇は強く望んでおられます。つまりローゼル族を連れてこいと？答えは汝の中に。教皇のお言葉確かにお伝えしましたよ。セレノア、ローゼル族の村の人々をハイサンドに差し出すのですか？それはフレデリカ様もご存知の通り、かの村は大戦停戦時にシモン様が保護を約束しました。しかし今のウォルフォート家のためには違約もやむを得ません。本当にいいのか？当時のハイサンドとの仲裁には我が父も関わったはずだ。ウォルフォートの諸君、こたびは災難だったな。どうだ、守備よく進みそうか？ローゼル族の受け渡しは？それについてはこれから。しかし教皇も酷なことをおっしゃる。我らとローゼル族との経緯はご存知だろうに。どうやら貴公らは勘違いをしているようだ。今のウォルフォートは鷹ではない。ソルスレーの死に群がるハゲタカに過ぎん。我らを愚弄する気か？こちらこそ七聖人の座を軽く見られては困る。貴公らには本当に覚悟があるのか？覚悟？ウォルフォートは翼をもがれてなおも飛ぼうと欲しているのだろう。
ならば自らの血を流し、あらゆる屍を踏み越えてみせろ。その痛みを受ける覚悟がないのなら、今すぐ地に這いつくばり旗を下ろすがいい。血を流す覚悟。